見えてるのかな。ちょっと電波が悪い。あ、見えてるっぽいですね。ありがとうございます。テロップ書きます。あ、テロップ出た。すごい、ちょっと電波が悪い。こんばんは。あ、見えた見えた、よかった。ありがとうございます。お話し会ありがとうございました。いえ、バッチリメイク。そうだよ、お話し会だったからね。イヤリングかわいい。本当？これかわいいですよね。結構前から持ってたんだけど、やっとつけました。ありがとう。明日もあります。明日はなんか今日のテーマが春服女の子みたいな日で、明日がボーイッシュ、春服ボーイッシュって感じなので、ちょっと明日は若干カジュアルになります。今日は女の子です。そう、テーマが実はありまして、朝からね、夜まで来てくださってありがとうございました。楽しかったです、うん、また明日もよろしくお願いします。おしましとかで来てくださった方もありがとうございました。デコルテ綺麗すごいね。握手会でも褒めてもらった。でもこうやって出さないと最近出てこない。あんまり出てこない。最近普通にしてたらこんぐらいしかで、リンパをします。カレー美味しかった。カレー美味しかった。なんかね、あのずっと気になってるカレー屋さんがあって、うん、なんですけど、なんかこうできたばっかりなんですよ。そこなんかテレビとかで紹介されてて、広島のね。で、ああちょっと行きたいけど、なんかちょっと入りにくいことはないんですけど、めちゃくちゃこうメニューとかも立ってるしなんですけど、やっぱ初めての場所ってなかなか行けないのでっていう話をココアさんにしてたら、なんかまだ開いとんかねみたいな話になって、10時まで開いてたんですよ、そのお店が。で、まあ、結構ギリギリに行ったんですけど、空いてて、でテイクアウトして買いました。ついてきてもらいました、ココアさんに。美味しかったです。ちょっと名前忘れちゃったんで、またメールで紹介します。何カレー、なんか1個しかなくて、種類が普通のカレー、なんかもうあのインド人とかじゃなくて普通の日本カレーなんですけど、めっちゃ美味しかった、うん、そう、ココアさんについてきてもらった。辛さ調節できます。なんか1から2からで、普通のが若干ピリみたいな、でも普通のにしたんですけど美味しかった。なんて名前だったかな、ポットカレーってお店だったかな、ちょっと名前忘れちゃった、調べときます。うん、美味しかった。ココアさんありがとうって感じ。広島にねできたので、ぜひぜひ。それをさっき食べて、はあ、眠いってなってました。ダメだ、ご飯食べたら眠くなるから、ご飯食べない方がいいんですけどね。でもね、夜回ってからだとちょっと遅いかなと思って食べちゃいました。
鼻歌が姫線55だった今謎に姫線555姫線55ウキウキドキドキたまらんわ姫線55急に姫路セントラルパークローカル CM ちょっとなんか歌っちゃいましたね。クマありがとうございます。クマさん最近おきちゃんが嬉しかったことを一つお願いします。嬉しかったこと、嬉しかったこと、なんだろう難しい。嬉しかったことなんだろうな。まあみちさんと一緒にいる時間が増えて嬉しいかな。うん、なんだろう、難しい。なんか毎日小さな幸せはあります一番って言われたら難しいですね。鎖骨切れいっぱい見てって逃げへんから。うん、なんだろうな、2人で歌舞伎町の女王を歌ってたのは衝撃。なんで知ってるんですかなんで知ってるのそう、みちさんとカラオケで歌舞伎町の女王を歌ってたみきちゃんがツイッター上げた桜の写真、お家の近所。おお、あそこめっちゃ綺麗ですよね。セミの声を聞くたびに目に浮かぶ九十九里浜そう、カラオケ配信ねしたいと思ってて、ツイッターが2万6000人フォロワーいったんですよ。ありがとうございます。なんかね、配信みたいなしたいなって思ってるんですけど、どうしよう。どうせだったらショールームも行くまで待とうかなと思ったんですけど、あと500人ぐらいあるからちょっと遅くなっちゃうかなとか思ったり。クマありがとうございます。クマさん、そう迷ってますね。うん、まあでもなんかお休みがあって時間もあってってなったら行きたいなと思ってます。今月中できなかったらちょっと来月以降になっちゃうんですけど、でもなんか来月とかあんまできそうになさそうだから、できそうになさそう、ちょっと日本語おかしいか、できなさそうだから、そしたらもしかしたらショールームと行動になっちゃうか。ありがとうございます、本当にフォローとかね、ツイッターもショールームも私の唯一の SNS がこの2つなのでありがたいですね。うん、来月も忙しい。いや来月の方が多分忙しい。今月はね、言うてそんなね、めちゃくちゃ忙しいわけじゃないんですよ。うん、なんだろう、皆さんの目に見えないところでなんか稽古とかレッスンとかあるけど、こう目に見える活動がなんか5月からって感じ。まあ公演とかはね今月もあるんですけど、一応なんか
見てもらいやすいのは来月なのかなって思いますね。だからなんか自分の中で稽古とレッスンってなんかこうオフなのかな、よくわかんない、なんかその微妙なラインなんですよ。なんかお仕事ほどなんかきっちりかっちりメイクとか髪型もしてないし、休憩時間とかもめちゃくちゃあるし、なんならこうレッスン中とかね、稽古中とかもメンバーとめっちゃ喋ったりとかしてるし、なんかこうで早く帰れるときは早く帰れるしみたいな、なんかこう曖昧な境目、どう言っていいのか分かんないけど、レッスンとかもね今は10時間とかないから、さすがに追い込みの時はたまになったけど、大きいコンサートも今ないからね。だから今はね割とのほほん期間ではあります。だからその間にいろいろ小説とか考えなきゃなって思うんですけど、頭が動かない頭が動かんって感じですね。でも来月とかからはね結構もうツアーファイナルラストシップツアーか始まるから、頑張らねばって感じ。頑張ります。でもね一応稽古とかもリアニとか進んでます。今度セラミもまたあるし、公演もあるし楽しみだね。おきちゃんの小説読みたくてセトラバ入った、ありがとう、更新頑張ります。ちょっと待っててね、本当に申し訳ない、更新できてなくて。そうなんかね結構今日のお話し会でも公演当たったよとかリアに行くよとかそういう方もねいらっしゃったりとかと同時に全部落ちたみたいなね人もいたりとかして、すごい今回からはねライブのためにこう自分のファンの人がどこにいるかとかツイートで聞こうかなって思ったんですけど、当たってない人は今日食べたいものでも書いてくださいみたいな、結構食べ物のリプが多かったりとかして、すごい強く生きてって思いました。みんな強く生きてくれ。そうね、まあでもこう四国の公演が5月にまた入っ、あ、ま、ちょ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 、あれ、あ、発表されてるか、よかった、なんか発表されてないかと思ったね、5月にね公演入ってとかしたから、ワンチャンねまた今後どんどんもしかしたらね、5月の初めの方とかに課外活動入るのかなとか思ったり、してます、なんとなくそこで最後のって人もいるのかも、いっぱい船も毎日こうやってもいい気がする。目に焼き付けてください。瀬戸マイクの残りメンバーとして応援するよ、ありがとうございます。瀬戸マイク懐かしい、もう折り面が3人しかおらん というわけでね、よろしくお願いします。船も、今日なんかメンバーと話したのに全然なんだろう、写真を撮ってない、今日自撮りと自分の写真しか送ってないから、明日はいっぱいメンバーと写真撮ります。切なさ、今日でもずっとココアさんといたかな、休憩時間が被ってて、しかもなんかこう楽屋にあんま人がいなくて2期生とかはいたんだけど、2期生ずっとなんかアルバム作りの作業してて、なんかこう
あれみたいな、みんななんかいないなって思ってて、今日ココアさんがいたのでココアさんとずっといましたね。なんかソーシャルディスタンスでご飯食べたんですけど、めっちゃの長机があってすごい、なんかここでサミット行われるんかぐらいの、まあそうやって言い過ぎたんですけど、サミットがあって、そこでね、あの私とココアさんこうやってソーシャルでご飯食べて、したらもうその奥のさらにソーシャルなところにほのたんさんがいて、ご飯食べました。気をつけてます。なんかみんななんかこうフェイスガードとかしてるから、すごいあのじわじわです、楽屋が。私はね、なんかフェイスガード、前髪なんかこうじゃないですか、こういうやつだから前髪崩れそうで、いつもマスクしてるんですけど、みんな結構あのメイク崩したくないメンバーとかはフェイスガードしてるから、なんかすごいあのじわじわきます。マウスもあるんですけど、フェイスもあって、フェイスガード面もいます。そう、楽屋みんなマスクとあれ、フェイスガードマウスガード、一応ね、やっぱね、対策。うん、あとはなんだろうな、なんかユリニアがなんかあのなんだろうな、なんかこう話してたらなんかふんみたいな言ってくるんですよ、なんかそっぽ向くんですよ。でそのそっぽ向くのがめっちゃ上手くて、なんかこう速さといい、なんだろう、首の角度といい、すごい上手いんですよ、ふんみたいな。なんかユリにはこれ小さい頃から練習してたんですよみたいな言ってて、でなんかなんか沖さんもそっぽ向いてくださいみたいな言われて、やってみたんよ、ふんって、なんか全然ダメですみたいな、なんか遅さも全然違いますみたいな。ユリにはめっちゃうまい、ふん、私ちょっとできないんですけど、ユリにはうまいですね。あとユリにはなんか人を睨む練習をちっちゃい頃にしてたらしくて、睨み方もうまいですみたいな、ちょっとドラマかなぐらいの、なんかゆっくりじろうみたいな、うん、何の練習って思ったんですけど、うまいですユリのフンはマジでなんかアニメみたいでちょっとかわいい。どういう時に使う、わかんないですね、どういう時に使うんだろう、まあこういう時ですかね。練習の成果が出ましたね。面白いですね、うん、ぐらいかな。あとはなんだろうな、なんか適度にメンバーとは喋ったんですけど、うん、まあでも楽しく過ごしてます。眠、ご飯食べて暖かくなったら眠くなっちゃった。ゆきりかはなんか今日はなんか当たり屋でしたね、ドン、あ、うきさんみたいな当たり屋のゆきりかでした。で私も当たり屋になりました。同じような髪型の二人が隅っこで、パンダつけた人がね、今日の服にパンダついてたんですけど、ゆきりか意外と仲良し、実はね最近仲良くなりました。そう、キノコとキノコが、ゆきのことおきのこが、
ぶつかり合ってましたね。そう、温泉の時に仲良くなった。面白い、なんか鼻歌を歌いそうになるんですけど、じゃあ姫線ゴーゴー、ダメだ、今日は私は姫線ゴーゴー、姫線ゴーゴーゴー、姫線ゴーゴー、ウキウキワクワクたまらんわ、姫線ゴーゴー。今日行ったカレー屋さんめっちゃ話変わるんですけど、今日行ったカレー屋さんのなんかお店に木下大サーカスの割引券がいっぱい置いてあったんですよ、クーポン券みたいな。でココアさんと行きたいみたいになって、マリーナホップでやってるみたいな、うちらのマリーナホップ広島のねあるんですけど、マリーナホップでやってるってなって、みたいな、木下大サーカス私小学生の時行ったことありますよって、小学校3年生の時、なんか壁をバイクが走るんですよって言ったら、待ってみたいな、ココアさんが待って、演目一緒ならネタバレやめてって言われて、でも私の小学校3年生ってもう何年前って10年以上前にまあ一緒か分かんないけど、演目とかすごいネタバレ禁止って怒られて、そんなさ公開初日のネタバレならまだ怒られてもいいんだけど、もう10年以上あれだからさ、そう行きたいねって話をしました木下大サーカス小学校の時にあの学校で割引券もらって行ったんですよ、岡山に来てた時に。もうすごかったですね、本当に。こう今までいろんなこうちっちゃい頃から舞台とかなんかミュージカルとか見てきたけど、もうサーカスはあの1回しか見たことなくて、もうずっと記憶に残ってる。すごいね、本当に今まで見たこう舞台パフォーマンスの中で一番なんか面白かった。なんかいろんなパレードとかを見てきたけど、木下大サーカスが一番面白かったもうすごかった。なんかね、動物もすごかったし人もすごかった。でもあんま覚えてないんですよね。なんかめっちゃ記憶にあるのはライオンとかが出てきたなとか、バイクがなんか壁を走ってるみたいなしか覚えてないか。でもいろいろあった気がする。行きたいな。マリーナホップに6月までいるらしいです。7月か6月まで。うん、ライオン、そう。すごいよね、サーカスって。訓練されてるわ。小学生の時にあの国語の教科書で木下大サーカス、大サーカスじゃない、違う、なんだっけ、タイトル忘れちゃった、空中ブランコ乗りの危機みたいなタイトルの小説を勉強したことがあって、それもねすごい面白かったんですよ。でも話を忘れちゃったんですよね。なんて話だったかなと思って、確かめちゃくちゃうろ覚え、小学校4年生の時に習ったんですけど、あのですね、どんなあらすじかというと、めっちゃおぼろげね、おぼろげなあらすじは、なんかあのサーカスの空中ブランコリ乗りのなんかキキだったか名前忘れたけど、多分キキちゃんがなんか3回転ジャンプをするんですよ、空中ブランコ乗りの。でもなんかどうしても4回転ができないみたいになって、なんか全然覚えてない、なんか水かなんか飲んだのかな、ちょっと全然違うと思うんですけど、もしかしたらなんか水かなんか、水を飲むかなんか魔法みたいなをなんかやって4回転ジャンプを成功させるんだけど、もう何かと引き換えにあらすじ説明するほど全然覚えてない、何かを引き換えに4回転ジャンプを手に入れるみたいな、でなんだったかな、もう忘れちゃったけど、なんかすごい印象に残ってるんですよ。印象に残ってるけど忘れてるっていうね。ちょっと、うん、でもこういうのありません？なんか国語の教科書ってなんか一部分だけ覚えてて全部覚えたなくないですか？私だけ？一
っぱいあるんですよ、こういうなんか一部分だけ覚えてる国語の教科書シリーズ、うん、でもそういう話もありました。何を失ったんだっけ。でもその4回転ジャンプを成功させて、その子はもうなんかブランコ乗りをやめるみたいな、サーカスをやめたみたいな話だったんですけど、ちょっと忘れちゃった、なんだっけな。でも国語の教科書ってたまに読み返したくなる。ゴンギツネがおじいさん出てくることしか思い出せない。ゴンギツネはもうあのゴンギツネはあれでしょ、なんて言うんですかね、なんだろう、最初と半ば覚えてなくても最後のシーンだけ覚えてるみたいな感じじゃないですかお前だったのかゴンって、あれでしょ、兵衛だっけ兵十だっけ、あの名前がね、おじいさんの名前がおじいさんだっけ、お兄さんな気がしたけど、なんかありましたね国語の教科書いいね私はスイミーがすごい印象に残ってます、小学校2年生の時に。知ってます、結構有名ですよねスイミー、魚のやつ、海外の絵本なのかな、スイミーって多分なんかどの世代も知ってる気がする。あれって昔の、本当に昔からあるのかな、あれね、あの黒い魚がね、赤い魚の群れにいた黒い魚、ちょっとなんか疎外感感じてたけど、大きい魚が現れた時にみんなで追い出そうってなった時に、黒い魚が目の部分になってみんなでこう大きい魚に擬態して追い返すみたいな話ね。ね。初めて聞いた。本当？なんだろう。なんかこういう作品ってなんかすごい大切なことを伝えてくれてるんだろうけど、何を伝えてるのかがわからない。ちょっと大人になってちゃんと読み返したい。子供の頃は全然理解できてないから、あの内容はストーリーはストーリーとしては覚えてるけど、何を伝え、なんかでも絶対大切なことを伝えてくれてる気がする。こういうのは何なんだろう、スイミーが伝えてくれたことナンバーワンじゃなくてオンリーワン、はあ、なるほどね、人と違ってもみたいな、そういうこと。あとね、なんかおいもめっちゃ似たような、もうスイミーと本当に全く似たような話で、なんか黒いクレヨンみたいな話があって、絵本なんですけど、なんかそのクレヨンたちがね、なんか赤のクレヨンとかはいっぱい使ってもらえるみたいな、青のクレヨンもいっぱい空の色で使ってもらえる、でも黒は使ってもらえないみたいな感じで、黒のクレヨンはなんかちょっと若干なんだろうね、あのいじめじゃないけど、なんかまあ疎外感みたいな感じてたんですけど、なんかね、なんだったっけな、ちょ忘れちゃったんだけど、なんか白の外野紙にいろんなクレヨン、黒以外のクレヨンでぐっちゃぐっちゃになんか塗ったんですよ。なんか喧嘩かなんかしたのか分かんないけど、クレヨンたちが、でなんかあーあーみたいな、なんかぐちゃぐちゃだみたいになった時に、黒のクレヨンくんがその上にね塗りつぶしたんですよ、黒で全部。そしたらボールペンお兄さんがやってきて、ボールペンお兄さんなのか分かんないけど、なんかボールペンお兄さんがやってきて、なんか僕がこうしてあげるよって言ってボールペンでそのクレヨンを削って花火の絵を描いたんですよ。したらこう黒の下から今なんか喧嘩した子たちが描いた赤とか青とかのなんか色が浮かび上がってきて、なんか花火がみたいな、で黒くんすごいみたいになったっていう話。あれもね、睡眠みたいなもんですよね幼稚園ぐらいの時に読んだ確か。細かいとこは多分違うかもしれないんですけど、大体こんな感じ、
そう、でも多分ボールペンのお兄さんかお姉さんかがやってきてましたね、うん、スクラッチ的な、なんかちゃんと読み返したいね。なんか国語の教科書って多分小学生とか人格形成されてる、する時にめっちゃ多分大事な時期だから、きっと何かすごい大切なことを教えてくれてるんだろうけど、その時は理解できてなくて、でもなんか今思い返してもその時ちゃんと理解できてないから、しかも話の内容もあんまり覚えてないから、ちゃんと今見て何が伝えたかったのか知りたいですねなんかちゃんとねえ、ね、小学校の先生とかいっぱい大切なこと学んでるんだろうなって思う、そう思ったら。だって基礎中の基礎だからね、絶対ね、応用じゃなくて基礎だから絶対ためになる気がする何を伝えたかったんだろう、でもちょっとわかんない、でもだん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 こう1年生2年生、まあ、4年生ぐらいまでかな、まあ、なんかこう小説系が多いけど、だん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 こうなんだろう、お米の話とかになってくる、論文高学年になるって言って、もう私本当にそれが嫌いで、国語の授業の中でもなんか論文をなんか勉強していくみたいな、論文の中の文章からみたいな、なんかもう本当にあんまり好きじゃなくて、もう書いた人には申し訳ないんだけど、なんかあの用水路の話とかした時本当にもうつまんなすぎて、なんだろうな、あれって別に話の内容が問題じゃなくて、その話に書かれてるなんか、なんて言うんだろう、こう接続とかなんかそういう文法的なものを勉強するみたいな、あれがね好きじゃなかったんですよ。大事なんだけど、なんか文節的なことを勉強するのがなんかお米の話をしたことがあって、なんか日本米とインド米の違いについてのなんか論文みたいなやつをなんか永遠に、でもそれのことずっと覚えてて、インドの米はサラサラしてて手につかないみたいなそういうのは覚えてます。なんかまずは堆肥を出すみたいな、なんか忘れちゃったけど、比較対象をまず出す、説明なったらかったらかった、そういうのがありましたね。うん、懐かしいね。今は小中高大学生もか、大変だ、勉強勉強、うん、懐かしいですね。私ねマジで本当にこんなね、あの素晴らしいこと起こるのかって思うことがあって、あの私浅野敦子先生が大の推しっていうかめっちゃ好きなんですよ、小説の。何回も言ってるんですけど、高校受験の時の国語のテストで浅野敦子先生の、あの小説が引用されてて、ランナーっていう小説なんですけど、ランナーっていう小説がもうそんなことあるって、もうオタク本気出すよぐらいのめっちゃぐらいテストに好きな小説家の文章が、すごくないですかテンション上がったよねめっちゃ、そうそうそうめっちゃテンション上がりましたね。しかもめっちゃ好きな作品が出てくるんですよ。みんながさ文章を読んでる時間を私はもう問題文に費やせるっていうあれはね本当に運がめっちゃ良かったですね、うん、運だけに。その代わりも数学とかからっきしだったんですけど、うん、多分今より中学校の時の自分の方ができてたと思う、受験勉強してた時の方が。今は全然覚えてない、何点？いや覚えてないな、テストの点数。
最近あれね、あのココアさんとかユミニーさんがただ呼びのあの受験のね YouTube 出てるからたまに見るんですけど、面白いね。しかも自分も勉強になる。最近の動画見て、英語を学ぶ授業みたいなんで、すごい勉強になりました。ココアさんがさ、コメント欄でさ、なんか意外と頭いいんだみたいな書かれてるの見て、ちょっとあのニヤニヤしてしまう。そうなんです、この人クラスで1位なんですとか思いながら、勝手に何か何目線って感じなんですけど、今日言ってた、何かもしでクラス1位だったって。素晴らしいね、もう親超えて、何か本人の気持ち、本人が何かそこまで誇らしそうじゃないから、私が謎に誇らしそう。逆にってなんだ、逆もないんですけど、勝手にね。すごいでしょ、素晴らしい。まあね、そんなこともありつつ、いや逆にってよく言う。あ、本当ですかね、言ってるかな、確かに逆じゃないのに逆にとか言ってる、結局表のままみたいな時あるかもしれない。うん。私の逆には多分一人だけ意味が違うんですよ、きっと。誕生日もかな、はい、では壇上読みたいと思います。ちょっと関係ない話しちゃった、13位から読みます。13位トワさん、12位マッカさん、11位ナナシマルさん、10位が平行さん、9位がパパパンダさん、8位がチャンツーさん、7位がザックさん、6位がジェリーさん、5位が市下さん、4位がソウリュウさんでした。13位から今までの皆さん、ありがとうございました。パチパチ。そして3位がハルさん、2位がヨツバさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。壇上の皆さん、おめでとうございます。コメントの皆さんもありがとうございます。というわけで今日はこんな感じですね。ありがとうって、こちらこそありがとう。うん、あと8分、あと8分の間に聞いてほしいことがある。ちょっと待ってくださいね。あのね、なんかそう、なんかどう履きこなしたらいいかわからない靴があって、めっちゃ可愛いんだけど、可愛いんですけど、なんかどうやって履いたらいいんだろうみたいな。これね、めっちゃ前にもらった靴なんですけど、これがねめっちゃ難しいんですよ。このでもね、絶対もうね夏になったら履けない気がするんですよ、このふわふわの靴。これね、今日これに合わせようと思ったんだけど、なんかやっぱ違ったんですよ。どうしたらいいんだろう、このモフモフでめっちゃ厚底っていう。これでもね、やっぱサンダルだから、靴下履いたらそうでもないのかもしれないけど、なんか冬は冬で寒いんですよ。で夏は絶対暑いから、もう秋か春しかないんですよ、これどうしたらいいんだろう。これめっちゃでも気持ちいいんですよ、すごい。いや寒くないのかな、冬でもいけるのかな。なんかちょっと履いてみますね。これね難しいんですよ、本当に。でも可愛いから履きたいんですよ。どうしたらいいんだろう。こういう感じ。これ難しい。
これの履きこなし方を教えてほしい。これ家履き？嘘でしょ、絶対嘘だ、こんな厚底のはずがない。これめっちゃ難しい。でもこれをいつか履きこなせるようになりたい。難しくないですか？結構暑いんですよ。求めますこれの。デニムなのかな。めっちゃ難しい。これいただき物だから、これ なんて調べたらこうモデルの写真が出るのだろうか。なんて調べたらいいの、これモコモコの厚底って調べたら出てくるのかな。モコモコ厚底サンダルです出てくるのかな。すごいね、難しいんですよ。アリちゃんに聞いてみよう。アリちゃんさん確かに履いてそう思った。どうしたらいいのかなって思います。もしね、あのなんかひらめいたって人があったら教えてください。モコモコサンダルコーデでいっぱい出てきた。本当ちょっと調べてみようかな。ファーサンダルっていうのこれ、ちょっとファッション用語に疎くてですね、調べてみます。うん、プードルコス、そう最近の悩みって感じですね。なんかモコモコ系使いこなせてない全然。うん、なんもそう可愛いんだけどね、迷ってます。可愛い悩みでよかった、可愛いでしょ。ガウンで部屋履き、すんごいモコモコじゃないですか、私ガウン着て。スカートしか合わん。本当なんか二手に分かれますね、デニムって人もいればスカートの人もいな。難しい、あわ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 、汗汗汗、どうしよう。うん、まあね、もうちょっとしたら終わりますけど、今日も一日ありがとうございました。なんか今日は早く感じるね、始まりがちょっと遅かったからかな、10分ぐらいから始めたから、うん、ちょっとねいつもより若干短いんですけど、昨日よりは長いか。うん、ありがとうございました、今日も見てくださって。また明日、ありがとう。ぽやり、ぽや、多分ぽやりたい人がいっぱい来ると思いますけど。人が多くてめっちゃ羨ましかった。私も見に行きます。うん、ネタバレは禁止です。バイバイ、ぽやります、おやすみ。みんなぽやってるね、ありがとうございました。シャカじゃない、それだ、シャカってブランドや、この靴よくわかったね、ありがとう、ぽやすみ。ちょっと調べてみよう後で、ありがとうございました。30秒、ありがとう。
目線ゴーゴーゴーありがとう、バイバイ、さよなら。おやすみなさい。あと30秒。終わらない。終わるかな。バイバイ。